もう2月ですが、それとは関係なく、明けましておめでとうございます。皆様お久しぶりです。お元気ですか？私はスマホに入れていたソシャゲが3つほど一気にサービス終了しました。悲しいですね。それはさておき、本日は当動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日も皆様のお供をさせていただきます。ガイドの青春82でございます。遅くなってしまいましたが、チャンネル登録やコメントなど誠にありがとうございます。想像の100倍は再生していただいてしまったので私、大変恐縮しております。今年の抱負として月1投稿を目指しつつ、これからも精進してまいります。もう2月ですけど。それでは、今年もよろしくお願いします。さて、ガイドの前に注意事項があります。本動画では綴りや読み、内容に若干の誤りがある可能性がございます。理由といたしましては、今回紹介する作品はもともと海外の作品ですので、作品の情報もその国の言語で書かれているものが多いです。そのため、情報を入手する際に様々な翻訳サイトを使用しています。私も十分注意をしているのですが、外国語どころか日本語も怪しいガイドまんじゅうですので、どこかしらガバがあるかもしれません。また、今回ご紹介する作品はいろいろな意味で衝撃的なラストになるのが確定している作品です。しかし日本語版ではまだラストまで公開されていないので、その状態でオチに関してあれこれ言及するのもちょっと変かもしれないと思ったので、原作小説のオチに関しては特に言及しないことにしました。ということで、以上のことをご理解いただけましたら、本日も私にお付き合いください。それでは左側をご覧ください。本日ご紹介するのはこちら、捨てられたコーヒーの小説版です。前回の次回予告で漫画版を提示したのですが、ゆっくり作っている間に小説版が発売されたため、こちらをメインに紹介していきたいと思います。では、早速概要の説明に入りましょう。捨てられたコーヒーの著者はチョンユナさん。ウェブ版表紙イラストと漫画版の作画はエンアさん。日本語版の挿絵は秋、新田さん。第5版の表紙はザナシープさんが担当しています。また、漫画版は途中からチ、スヨンさんが参加しております。左手側にあるのは書籍化される前のウェブ版の表紙イラストですが、書いた方がどなたなのかはちょっとわかりませんでした。こちらは現代を、ボリュームバデンハンビー、といい、小説投稿サイトジュアラにて2011年11月15日に本編が開始され、2013年8月28日に完結済みとなっております。書籍化に合わせたのかジュアラ上では作品が削除されており、書籍、電子書籍サービスでのみ内容が確認できます。書籍版は D&C メディアの子会社であるブラックレーベルクラブことブリンラベックロブから出版されております。本編は5巻で完結済みの作品で、本編の後日談となる外伝1巻を足して全6巻の構成となっております。2013年9月27日に第1巻と第2巻を同時に刊行したようです。書籍版第1巻の日本語版は角川から2020年8月5日に発売しており、2021年2月現在もピッコマにて連載中です。2巻以降の刊行、お待ちしております。漫画版は韓国のモバイルコンテンツ配信サービスであるカカオページにて2017年6月11日に連載が開始され、途中休載を挟みましたが、2021年2月現在も毎週火曜日更新で連載が継続しております。第1話から第46話までが第1シーズン、第47話から第87話までが第2シーズン、そして88話から現在までが第3シーズンとなっております。漫画書籍の方は韓国語版は D&C メディア、日本語版は原作と同じく角川から出版されており、現在は4巻まで刊行されております。第1巻の発売は韓国語版が2018年8月14日、日本語版が2019年2月5日です。また、書籍以外にも、オーディオドラマの連載が2020年1月30日から開始されました。同年5月に第1部が完結し、同年8月4日から第2部が開始されているようです。公式トレーラーやメイキング動画などがございますので、皆様もぜひ覗いてみてください。では次に、あらすじの紹介です。神託により、未来の皇后として育てられた主人公のアリスギャーラ・モニークさん。彼女はいずれ皇帝となるルブリス、カマルディン、シャーナ、カスティーナさんを愛し、また彼の隣に並び立つために血の滲むような努力をしてきました。しかしある日、異世界からやってきた少女、ミユーさんが現れたことで彼女の状況は一変します。神託で次期皇帝の伴侶にアリスギャーさんを指定していたというのは、神殿側の誤りであったことが判明したのです。本来の神託は、次期皇帝の伴侶にミユーさんを指定していました。神様はルブミユー派だったようです。そうなると困るのは皇后になるべく育てられたアリスギャーさんです。
妥協案として彼女は皇帝ルブリスさんの側室、つまりは皇妃となり、普通の女子高生ゆえに何もできない皇后未流さんの代わりに公務を行っていくことになります。文化や価値観が違うゆえに無神経な発言の目立つ未流さん、モラルハラスメントとドメスティックバイオレンスばかりしてくるルブリスさん、スキャンダルが大好きな人々、虎視眈々と狙う何者かの影、空気の重い厚遇ではありましたが、アリスティアさんは一瞬だけ与えられた父親の深い愛情を胸に頑張って生きていこうと決心しました。しかし、目を離した隙に父親は反逆罪に問われ、処刑されていたことをルブリスさんの口から知らされてしまいます。さすがにもうルブリスさんを許すことができなくなったアリスティアさん、とっさの勢いで殺害を試みますが、彼は作中随一の悪運の強い男だったので未遂に終わってしまいます。さて、未遂とはいえ皇帝に刃を向けたのは事実。父親も反逆罪を被って処刑されておりますので、当然アリスティアさんも処刑と相なります。首を切られる直前、アリスティアさんは不敵な笑みを浮かべるルブリスさんを見て、もし、また生まれ変わったとしても、二度と、あなたを愛したり、と、強く願うのでした。ここで、舞台は皇宮からアリスティアさんの生家に移ります。もうずっと目を覚ますことはないだろうと考えていたのでしょうが、ところがどっこいアリスティアさんは目を覚まします。しかしそれは幽霊としてではなく、幼い頃の己の姿としてです。時間が巻き戻ったのか、それとも長い長い悪夢を見ていたのか、アリスティアさんには未だ判別はできませんでしたが、とりあえず最重要事項として父親の生存と愛情を確認し、神託に関して神殿へ調査に向かいます。神殿が記録している資料には目星ものはなかったものの、神様が対話をしようと脳内に直接語りかけてきたので、今の状況について、そして神託について尋ねてみることにしました。ざっくりと神様の言い訳を箇条書きにしますと、結論から言うと時間が巻き戻っている。未流さんは神様が選んだ子。未流さんはもともとアリスティアさんたちのいる世界で生まれる予定だった。しかし次元がねじれて別世界に生まれてきてしまった。急いで未流さんを元の世界へ呼び戻したが、その際に大勢の人の運命を狂わせてしまった。運命が狂った結果、ルブミルの生涯剣当て馬としてアリスティアさんの人生が定まってしまった。しかしまあさすがに哀れすぎたので償いとしてアリスティアさんをタイムスリップさせた。上気のあまりの自分勝手さにアリスティアさんはブチギレ、神様を全否定、無神論者へと方針を転換。神様が定めた運命に背を向けて全力疾走することを決めます。以上です。これでもだいぶ詳細をはしょったのですが、言わなくてはいけないと感じた情報がやたらと多くて第一巻の内容5割を喋ってしまった感じがいたします。とはいえ、ここまでが物語における、起承転結、の、起、の部分です。簡潔に言ってしまえば、アンチ異世界転移ものでしかも逆行ものです。いいですね、強くてニューゲーム。大切な人のためとか、復讐のためとか、人間の業を詰め合わせたおせちセットという感じがして大好きです。人間は愚か。あらすじ以降は、アリスティアさんが七点発揮しつつ、魅力的な人たちと出会い、絆を深めていきます。まあ目標に向かって走る物語によくあるパターンですね。率直な感想としては、ループ前のメロドラマを彷彿とさせる雰囲気が、韓国ドラマとして流れてそうだなと感慨深くなりましたね。いろいろと語りたい部分は多いのですが、とりあえず良かった点と気になった点を挙げさせていただきます。ちなみに台本を書き直す前は内容が漫画版オンリーだったので、その名残として漫画版の良かった点と気になった点が残っております。ついでに聞いていってください。ではまず最初に、漫画版を読んだ時も思ったのですが、やはり、序盤のつかみは最高である点は外せないでしょう。ただひたすらに主人公アリスティアさんを虐げ、下げて下げて下げまくる。相手の心打ちが見えず、自分の心情も曇り、周囲を冷静に見つめることが不可能になり、希望は潰され、存在も価値も努力も恋も否定され、プライドは粉々。劇場を振りかざしたところで失敗し、七点抜刀を繰り返してたどり着いた先は、望んでいなかった命の終わり。そんな状況に置かれた彼女に私、大変興奮、失礼。涙を禁じ得ません。そしてそんなデッドエンドを迎えた彼女に訪れた、やり直しの機会。一体彼女はどうやって這い上がり、そして立ち向かうのか？次の展開が待ちきれない。という気持ちにさせてくれる、いい展開だと思います。漫画版よりルブリスさんのモラルハラスメントがひどくて笑っちゃいますね。ところでこういう大人の三角関係もので、主人公と恋人の浮気相手がほぼ同時に妊娠するパターンって結構珍しいですね。
なんかこういうのって浮気相手がわざわざ妊娠しましたという報告をしてきて主人公が悲しむみたいなパターンが多いと思うのですが、多いですよね。まあ残念ながらどちらの子供も生まれることはなかったのですが、ループ前の世界で生まれるはずだった命がループ後の世界で新たに生まれることを祈りましょう。話を戻して、日本語訳にあたり新規の挿絵があるという点にも注目したいですね。オリジナルの原作小説には挿絵がないのと、イナさんのイラストではないのが新鮮に映ります。日本語版の挿絵を担当している秋新さんは、2020年1月から3月にかけて放送されたアニメ僕の隣に暗黒破壊神がいますの作者なのですが、ご覧の通り若干絵柄というか雰囲気が違うわけですね。ですが稲さんの絵柄やキャラクターデザインに合わせてそれに寄せ、かつ自分の絵として昇華しているのです。すごいですよね。いやー、絵が上手い人は絵が上手いな。また、挿絵で主人公たちが着ている服装は、漫画版と同じ格好をしており芸が細かいです。漫画版と小説版の両方をお持ちの方は、ぜひ同じシーンを探してみてください。次に漫画版の良かった点に触れます。まずは言及せずにはいられない。超美麗作画、でしょう。どのページどころかどのコマにも隙も隙もなく、1ページごとの絵の情報量がとんでもありません。背景の建物や家具も 3D 丸出しではなく、稲さんの絵柄に合うように調整されております。また、コミカルなシーンでは自身の綺麗な絵柄に臆さず遠慮なく崩して描いているので非常に好感が持てます。特に漫画版3巻のカルセインさんの登場シーンはそういうギャグテイストの作画が多いので、見ていて楽しいです。建物や家具等が存在しないシーンでも必ず何かしらのシームレス画像やグラデーションなどを描写するこの執念、白背景絶対許さんまんの気配がします。この素晴らしさはぜひとも実際に皆さんの目で見ていただきたいので、公式 PV や試し読みどちらでも良いので覗いてください。次に登場人物が着替えたり髪型を変えたりしている点です。仕事用の格好が多い男性陣はともかく、女性陣、特に主人公のアリスティアさんは登場頻度が高いのでいろんな衣装や髪型を読者に見せてくれます。表紙のイメージを崩さないパターンがほとんどですが、髪型によっては印象が思い切り変わるのでたまに別人に見えることもあります。しかしそれでもどれが誰なのかわかる、わかりやすいようにしてあるのはフルカラー漫画の利点ですね。毎日衣装を変える、季節に合わせて袖や裾の長さも変える、気分によって髪型を変える、お化粧をしたり落としたりするというのは、登場人物がその世界で生活している証拠ですし、同じ服が一枚もないということはそれだけ財力があるという示唆もできるわけです。でも個人的にみゆうさんは制服姿のクールビューティーさが好きなので、制服で登場し続けてほしいのが私の本音です。無理か。それから、原作小説での演出を強化、修正を行っている点です。特にルブリスさんとアレンディスさんが顕著でして、アレンディスさんの方はもともと原作小説でも裏表が激しく、怪しい動きをなさるキャラクターではあるのですが、漫画版では直感的にわかりやすいようにさらに顕著になっております。そしてルブリスさんの方は原作小説の外伝の方ではだいぶ用語話が出てきているらしいのですが、本編の方ではアリスティアさんへの愛も嫉妬も家庭にもあまり言及がなく、また外伝で擁護されてもやったことは覆らないぐらいにやらかしている男ですので、原作小説での彼の評価はおそらく黒幕と神様と並んで低いです。しかし漫画版ではアリスティアさんに対して嫉妬しているシーンや、徐々に彼女に惹かれていくシーンが挿入されていますので、そのこじらせ具合を微笑ましく見守ることができます。まあループ前のモラハラ DV 肯定は原作小説からの確固たる事実なので、そこは別に覆りませんけど。また、原作小説で指摘されていたいくつかの問題点を修正しているそうで、例えば、アリスティアさんの、騎士になる、父の後を継ぎ公爵になる、という発言から察するに、女性でもある程度の権力が持てるはずの世界観なのに、そういった主人公以外の言及や実際に権力を持った女性キャラクターが原作小説には存在しない、という問題点。この問題点を漫画版ではアリスティアさんが入った騎士団に女性騎士を配置することでさりげなく解消しております。さて、次は気になった点についてお話しします。原作小説での気になった点を挙げると長くなるので、先に漫画版の気になった点をば。漫画版のみの気になった点として、原作小説で説明された表現と違う箇所がある、という点がございます。小説版1巻のみに限定すると、主人公の父親の部下、プリア、セン、リーグ、こと、リーグ教、と呼ばれる人物がそうですね。主人公とアレンディスさんの剣術指南をしている人で、漫画版では茶髪の男性騎士として描かれています。実はこの方、小説版だと、中年の騎士、と表記されています。原作小説を読んで思い浮かんだリーグさんの外見と漫画版のリーグさん、だいぶ違いますね。
また、原作小説では斬死刑をする際に使用された道具は、斧、とされています。ですが、漫画版では、断頭台、に変更されております。変更した意図は不明ですが、斧であれ剣であれ刀であれ、武器を用いての斬首は失敗がよくあったと言われています。とすると、グロさを回避するためだったのでしょうか。それからこちらはナムイキからの情報になりますが、メインキャラクターだとヒーロートリオの一人ことカルセインさん、そしてアリスティアさんの父親ことケイルアンさんも原作小説と漫画版で外見が違うようです。まずカルセインさんは原作小説だと、子供時代はともかく騎士就任時には、肩ぐらいの髪の長さ、と言及されています。しかし漫画版では1巻の終盤に出てくる大人カルセインさんも、3巻の子供カルセインさんもさほど変わりなく、単発のままです。とはいえ、こちらはおそらくもう一人のヒーローであるアレンディスさんと差別化を図るためだと思われます。一方、ケイルアンさんですが、こちらも原作小説では、肩に届く銀色の髪の凄まじい美中年、と表記されております。しかし漫画版でのケイルアンさんは漫画版3巻の表紙をご覧の通り、真ん中は化粧との、だいたい20代後半から30代くらいの男性になっております。下手したら青年と呼んでしまっても違和感はありませんし、1巻に登場した目元に少しシワがあるケイルアンさんですら30代と言ってもいいくらいです。しかしケイルアンさんにしろリーグさんにしろ、貴族の結婚は早いですし、これくらい若くても、と考えたところで、原作小説で、美、中年、と表記されている以上、もう少し付けさせてもよかったのではないかと思います。ルブリスさんの父親がちゃんと中年しているので、中年が書けないというわけではないでしょうし、しかし、今のキャラクターデザインも大変好みなので悩ましい、そして贅沢な問題です。あと次に気になったことといえば、フルカラー漫画なので、当然定価は税抜き920円と少しお高めなことです。ここら辺はいつものですね。それでは、原作小説の気になった点に入ります。まずは、漫画版の翻訳に慣れすぎて小説版の翻訳が気になってしまう、という点があります。小説版と漫画版では翻訳した人が違うのか、細かいところのセリフの言い回しが違うのですよね。舞台設定の都合上、敬語や尊大な物言いが多い作品なので、メインになるセリフの言い回しが大きく違うというわけではないのですが、砕けた喋り方をするみゆうさんのセリフの雰囲気が結構違います。例えば、漫画版ではこう、ですが、小説版だとこう、なっております。とはいえ、漫画版は漫画版で小回りやストーリー改変などの関係で、多少原作のセリフをいじっているので、こうなってしまった可能性はなきにしもあらずといったところです。あともう一つ、簡単の声を漏らしたり、相槌を打つ際に、ほう、というセリフが出てくるのですが、なぜかこれが一部カタカナで表記されています。漫画版はひらがなだったのになぜ。というか、歴史小説的な厳格な物言いをする人が唐突にカタカナで喋るので違和感がすごいです。また、これは気になる人と気にならない人ではっきり分かれるだろうなという点で、文章中にオノマトペが出ることがある、というところです。刃が怪しくきらめく音を、キラ、風を切る斧の音を、ジュン、と書いてあるのですよね。私はここら辺は特に気にはなりませんでしたが、初見時は驚きましたし、後に続く文章を読む限り、作者は語彙力があるのだから、オノマトペに頼らなくてもそれっぽく書けたのでは、と思いました。プロローグの処刑シーンの時点で結構オノマトペを多用しているので、一元三倍倍になっているようです。これ原文はどうなのかなぁと思って読みに行ったのですが、どうやら原文では、キラ、は、ボンチョク、ジュン、は、フィク、と書かれているみたいですね。これ単純に日本語訳すると難しいな。単語の意味をそのまま日本訳したらおそらく原文よりはるかに長くなりそうですし、原文の雰囲気を損ねる可能性があります。また一部の登場人物、というかみゆうさんですね。漫画版でもそうなんですが、翻訳の際に彼女の名前が変更されています。オリジナル版では、みゆう、は、ジュン、という韓国人の女の子です。英語版もそのまま、ジエウン、と表記されていますね。しかし日本語版と中国語版のみ、それぞれ、みゆう、アヨン、という名前に変更されています。中国語版でも名前が変わっているのは驚きましたが、日本語版で名前が変わってしまったのはまあ日本語訳化する際に稀によくあることではあります。例えば、チーズ・イン・ザ・トラップという現代韓国が舞台の作品があるのですが、日本語訳するにあたって、登場人物の名前は全て日本人名に変更、一部設定もネオ東京化されており、そのせいで後々の展開と辻褄が合わなくなってしまっているのですよ。韓国では男性には、兵役、があるので、現代が舞台の漫画には大体そういう話が出るのですが、この作品ではそれらが全て、留学、もしくは、休学、に変更されています。
おかげで留学に行ったはずの人や、休学しているはずの人が兵役に従事している、なんてシーンが唐突に挟まれたり、留学って望んでいくものなのになんでそんなにテンションが低いんだ、みたいなわけのわからない状態に陥ったりします。名前にしろ状況にしろ、正直ややこしいので、オリジナル版と統一してほしかったですね。さて、次の気になった点は、主人公が信頼できない、という点です。ループ前の世界において、確かにミユーさんは軽率な発言や行動が多かった。確かにルブリスさんはモラハラ DV 野郎だった。アリステアさんに同情すべき点は大量にございましょう。しかしルブリスさんがアリステアさんを嫌っていたのはミユーさんが転移する前からです。そしてそのことをループ前のアリステアさんは一応言及しておりますが、改善しようとしていません。ループ前であれば、いつかは改心するはず。いつか愛してもらえるはず、と改善する努力をせず、希望的観測を望むばかりなのはわかるのです。しかしループ後ではそれは通用しませんし、ループ後のアリステアさんもルブリスさんに対しておそらくもう希望を抱く気はないはずです。騎士になってルブリスさんから逃げる、という彼女の選択は転生、逆行ものではよくあることですし、否定する気はもうとうございませんが、ループ前の出来事を覆したいと思うのであれば、なおさら一番の障害であるルブリスさんへの理解や、何か金銭に触れたであろう出来事を振り返った方がいいと思うのです。私は彼女が忘れているだけで、実は何かやらかしているのではないかと気が気でないのです。というか、絶対何かやらかしていると思っています。漫画版2巻ラスト、原作だと1巻ラストの母親問答の記憶がとても怪しいです。この意見の擁護として、ループ前の凄惨な出来事があまりにもショックで、うまく思い出すことができない、というものがあります。確かにループ前の出来事、首を切られることも、望まぬ行為も、命を流してしまうことも、肉親を亡くすことも全てショッキングな出来事ですから、そう言われてしまうと私も反論ができません。トラウマになるのも当然のことです。しかしミユーさんもミユーさんなので、アリステアさん絶対正義とは言いにくいのが私個人の見解です。というわけで、次の気になった点は、ミユーさんをアンチ異世界転移者の転移者として扱うにはあまりにも設定が中途半端すぎる、という点です。これでミユーさんがアンチ異世界転移者にありがちな、元の世界に未練なんてない、と言って傍若無人に振る舞うわかりやすい悪女であれば、アリステアさんを絶対正義として純粋に応援できたのですが、ミユーさんは元の世界や残してきた家族に未練がありまくりましたし、そもそも彼女は本当にただの女子高生だったことが災いして、あまりにも無知で無謀でございました。確かに彼女の軽率な発言や行動は決して褒められたものではありませんが、そもそも常識や宗教、立場が違うものを閉ざされた厚遇コミュニティの中に放り込むのです。飢えて当然ですし、武力や知力、権力や軍事力やコミュ力などあらゆる面で国を背負う者たちにかなうはずがありません。冷静に彼女の状況を考えてみて、本当にミユーさんを、悪、と断じてしまっても良いのだろうかと疑問を抱きます。またループ前、主人公処刑後の彼女も悲惨で、冷徹で完璧な公妃がいなくなった後は公妃が行っていたことすべてをミユーさんがしなくてはならなくなりました。もともとアリステアさんは皇后の仕事を肩代わりしていたし、そうなって当然では、とも思うかもしれませんが、付け焼き場の知識しかない凡人に、生涯を研鑽を積むことに消費した天才、秀才の後釜が務まるでしょうか。後釜でなくても無理だと思います。悪い大人に騙されて、歴史の闇に沈むのがオチです。というかミユーさんって皇帝の伴侶として神様に指名されただけで、彼女が何か特別な能力とか加護とかを持っているとは一言も言っていないですよね。良心健在で仲も良好な、普通によくいる、本当にただの女子高生です。最初からアリステアさんたちがいる世界で生まれていれば、彼女の状況も違っていたのでしょうか。ふと思ったんですけど、一番神様に特別視されているのはルブリスさんでは？作品全体で見れば気になった点はもっとあるとは思うのですが、日本語版のボリュームバデンハンビーは完結していないので、これ以上の言及はやめておきます。ネタバレ部分に関してツッコミを入れると本当にキリがないので。そういえば、漫画版って、原作の展開等に関してケンケンガクガクの議論が勃発したせいか、路線変更するみたいですね。いろいろと大丈夫でしょうか。個人的にはアリステアさんは、あ、ではなく、父親のケイルアンさんとずっと一緒にいた方がいいのではと思いますけどね。正直彼ぐらいしか信頼できる人がいない気がするんですよね。それでは総評に入りましょう。ボリムバデンハンビーの総評は、超高速のジェットコースターに乗ったと思っていたけど、これひょっとしたら各駅停車の列車かもしれない、です。
原作小説のオチや過程に対しての議論はさておき、漫画版のボリューム・バデンハンビーの今後の展開に個人的に目が離せないのだけは確かです。いかがでしたでしょうか？私のガイドが、皆様のお暇を潰せたなら幸いです。では皆様、帰りは十分に気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。次回のツアーは、転生したら悪い国の娘でした、となっております。多分。さて、ここから先は業務連絡です。だいぶ前に、ツイッターアカウントを開設いたしました。ツイートの内容は投稿した動画の宣伝、動画で使用した顔アイコンの掲載を主に行っていきます。また、当チャンネルに何かが起きた場合に備えての連絡もこちらで行いますので、たまに覗きに来てください。こちらではマシュマロも置いてありますので、このラノベ、漫画を紹介してほしい、または、読んでほしい、というのがありましたらこちらに投げておいてください。面白そうだなと感じたらやるかもしれません。動画のコメント欄でも大丈夫ですが、匿名性を守りたいという方はマシュマロをご使用ください。それでは、またお会いしましょう。